はい、どうも黒いりんごの庄司です。今日もね、この2択で美少女ゲームやっていきます。で、前確か何だっけ、コスプレ女子の2択、最後の2択選択でさ、絆創膏の方を選んでなかったんで、まずそこからやっていきます。楽しみ。はい、来ました。はい、最後はコスチュームだね。はい、はい、うん。で、これ右じゃなくてね、左選びます。不正解なんだけど。はい、なんだろうこれ、どんなの。はい、不正解。はい、うん。やば、いや、さすがに大胆すぎる。ただただ痛い。これ YouTube 的に大丈夫かな。うん、ちょっとモザイク処理しようかな。うん、これやばい、ちょっと。うん、まあ、見たい人はこのアプリをどうぞやってください。すいません、見せれません。はい、はい、家出少女の2択。はい、ママもパパも嫌い、大嫌い、これからは一人で生活するもん。ん、ねえ、右答え、ねえ、うん、やだ、下手な包帯巻きで大惨事。うん、これもうな、エロいコスプレみたいな感じだね。うん、はい、リトライ。はい、口紅、うん、何すんの口紅。うん、ちょっとは綺麗になった、あざの跡をとりあえずごまかしておいた。次、はい、手っ取り早く、うん、早く金を稼がなきゃ。ねえ、俺ホテル、左、はあ、なになに、うん、キモい。ネットで出会ったパパがキモすぎて無理、家に帰ろっかな。うん、そうした方がいいよ。うん、家に帰った方がいいよ。はい、な、右、なに、俺お風呂、え、うん、君かわいいね。うん、風俗店に体験入店したら運よく若いイケメンに救われたの。うん、こいつ多分性格悪いよ。はい、次、イケメンなお客さんをどうやって喜ばそうかな。何これ、手錠。左でしょ、だ、 SM プレイみたいなやつ。はい、おお、これも大丈夫かな。うん、延長入ります。最高のサービスにご満悦。こんなことしていいの？うん、もっとお金欲しいな。あ、やべ、反対の結果見忘れた。まあいいや。多分これ右でしょ。うん、選んでも大丈夫かな。はい。え、最悪。性病移された。ダメ。はい、ダメじゃ。はい。ああ、本番やらせたらお金アップ。ママとかパパなんかいらないもんね。おい、両親がそれを知ったらもうショックで最悪だよ。うん、ダメダメ、うん、風俗は。はい、次、就活で2択。うん、4年だし就活しなきゃ、身だしなみから入るか。うん、み、はい、えい、地味だけど似合うから OK。 スーツ着ると気合が入るね。はい、反対、うん。ダッサ、時代遅れな、ジュリアナ。まあな、古い、確かに時代遅れって感じ。はい、カバン持ってスズメ会行くぞ。うん、右、はい、地味だけどいい感じ、就活は身だしなみから。はい、反対の結果、君、就活バカにしてるの？うん。なあ、バカにしてんの？ねえ。いや、お前も、生きがんな。うん。持ってるカバンの中で一番いいもんなのに。うん、はい、次。ふう、やっと休憩時間。時間だ。何しようかな。おう、右、タバコやん。うん。左。え、タバコって言ったの？
トイレ行きたい。緊張のあまり飲みすぎた。じゃ、ヤニ？はい。ヤニだよね、これ。多忙だよね。はい。就活大変でしょ。機嫌所で企業の偉い人と仲良くなった。ラッキー。生きがんな。なんだこれ、タバコ？ない。ない。指に見えんだよ。指とどっかしてるよ。これ、こいつ指吸ってんじゃない？はい、次。くしゃみですわ。やっと終わった。本格的な就活突入。ん？多分ひ、ん？左？左はやばいかも。でも左。さっきの仲良くなったの。マジで？おっさんちょろいな。使えるものは使わないとね。これも能力ってものよ。やべえわ。ダメだよ、そんなの。うん。はい、反対の結果。そりゃそうよね。そりゃそうよね。今まで遊んだのに急に勉強できるわけないじゃん。諦めんな。はい、次。農家で二択。ん？農家に嫁いだよ。嫁いだんだ。田植え行くぞ。女子高生のに。はい、右。はい。腰痛い。でも歩きやす、働きやすいズボンで助かったよ。反対の服か。わほん。キャー、気持ち悪い。純白オーパーティー。はい、次。かわいいお嫁さんはこれを着ないとね。え？多分左でしょ？ね、お嫁さんなのにさ、なんで、制服着てるわけ？普通の普段着でいいじゃん。はい。私めっちゃ可愛くない？案外似合うもんだな。自信あるね。でも君後ろ見た方がいいよ。ババアがこっち見てるから睨んでるよ。すげえ顔だ。はい、反対の結果。え、あんたどういうつもり？え、何これ、なんつんだっけこれ、小獣と。なんだっけ、何ほど、まあいいや。死ぬほど怒られたよ。はい、お嫁さんとしてこびておこう。右、左はダメだよ。また切れるから、あいつ。はい、次。ざまみろ。お父さんがお母さんを叱ってくれたよ。ふんふん、最高じゃん。そんな暇があるならもっと働きなさい。まあ、間違った。ババアっぽい。そんな暇があるならもっと働きなさい。はあ、うまくやっていく自信がないよ。よし、嫁の祭壇に仕事しなきゃ。え、どういうこと？左。はい。え、元気に生まれてくるのよ。男の子だって後継ぎです。はい、反対の結果。え、ひどい、ひどすぎる。女の子はいらないって言われた。無理。まあ確かにひどいね。クズやん。はい、はい、夏祭り。これなんかやった時あるわ。これ違うゲームでやった時あるわ。ちょっと戻って、クリア数100と思ってる。なんかさっきので、さっきの農家の2択で終わった感じするわ。なんかあとはね、ちょっとやったことあるっぽいんでね。今回はここまで。まあ、もう今回はここまでというか、このゲームは、美少女ゲームは今日で終わりです。はい。まあ、次回またなんか面白そうなゲームあったらやっていきます。じゃあ、高評価、よかったら高評価、チャンネル登録よろしく。じゃあ、バイビー。